皆さんこんにちは、文字アーティストの翔吾です。今回はですね、私がその文字を書くときに大事にしていることをお話しさせていただきます。まずですね、自分が書く場合に関してなんですが、自分が書く場合最も大事にしているのは、今自分が感じていることを素直に表現するということです。それはですね、日頃感じていることに対して、こういう、いろんな思いがあるんですけど、それを、色とか形とか、あとは勢いを持たせて書くとか、そういうもので表現しています。そしてお客様とか、お客様などに、対して書かせていただく場合には、どういうことを気をつけているかと言いますと、その方のお話を聞いて、その中でですね、必ずその方が自分自身にある答えをキーワードとして言ってくれるんですね。それを私がしっかり受け取った上で、それをパズルのピースのようにこうシカシカシッとこう当てはめて、一つの文章にしてこう提供するという形ですね。そういうことを心がけています。